平均月収が高いプログラミングのフレームワークランキング。はい、丸山です。浜瀬です。今回はですね、平均月収が高いフレームワークのランキングトップ10というのをご紹介したいと思います。このランキングはですね、ネットの方でリグモさんというエンジニアさん向けの案件紹介サービスを運営されている会社の方がですね、発表しておりました。はい、おー、はい、これは結構初じゃない？フレームワークっていうのは言語とかさ、言語は以前やりましたね。やった。なんで今回はフレームワークの年収ランキングトップ10というのを紹介したいと思います。なるほど。弊社調べだとちょっともしかしたら変わるかもしれないです。あー、実際どうやろうっていうところは見ていきたい、うん、っていう感じだね。若干会社によっても少しこうバランスというか違いはあると思うんですけど、その会社によっての色あると思うから、はい、ただ今回もこれもすごく参考になりましたので、ぜひ今回ちょっとこの辺をご紹介していきたいなというふうに思います。はい、今回ですね、はい、まあ、平均月収10位でも70万円超えてるので、これは多分会社員のお給料の話とかではなくて、うん、案件の発注費用だと思います。さすがに会社員の方は調べで70万円がトップ10でなると高すぎるだろうってのもあるので、そうやね、それも含めて参考にしてもらえたらなというふうに思います。結構フリーランスの方はですね、まあそれぐらいもらえるよねっていうところはあると思います。10個です。ベスト10見ていきましょう。はい、第10位がですね、はい、71万8116円フラッターです。はい、フラッター10位10位です。フラッターというのは DART という言語を使ったモバイルフレームワークですね。 iOS と Android 同じソースで両方とも開発できるような、まあ、フレームワークとなってます。最近めちゃくちゃ伸びてる感じはやっぱありますね。めっちゃ高いもん。地図アプリとか画像編集アプリとかマッチングアプリとか、結構その辺のですね、モバイルアプリを作るときに使われていく言語ですね。はい、まあ、71万円と、はい、高いですね。高いですね。ただでも10位かって思っちゃったところもあるけど、そうですね、うん、じゃあ次9位です。はい、74万6383円、ユニティです。ユニティ、フレームワークで。そうですね、まあユニティがフレームワークかっていうと、ちょっと認識の違いはあると思うんですけど、うん、はい、まあ、一応ユニティっていうのはですね、まあユニティという会社が作っているゲーム開発のプラットフォームっていうふうに言われてますね。うん、昨今で言うと、VR とか AR を使うときに用いられている言語ですね。でも9位、もっとこれからユニティ伸びそうな気するけどね。そうですね、74万、まあ平均値だからそんなもんかなとも思いますし、うん、多分上の人はもっともっともらえるかなと。いけてると思う、はい、一番そうなのはユニティ使ってます、会社員です、月の給料が30万円いかないですとかだとめちゃめちゃもったいないと思うんで。もったいないね。ユニティのエンジニアさんってもうマジで結構やれる人ってさ、もう引き合いすっごいやん。そうですね、うん、さっきのフラッターにしかり、ユニティにしかりですね、まあ、フリーランスの方はこれぐらいもらえてますので、うん、ぜひですね、え、そんなもらえんの？嘘だよ。嘘だと思われるけど、案件紹介始めてさ、1日2日でブワーって案件来て、ちょっと一回止めてくださいってエンジニアさんから言われるやん、ね、そうですね、こんな案件見れませんよ、ちょっとやめてくださいみたいな。はい、じゃあ次が8位ですね、はい、77万5897円、はい、Next.js です。おー、はい、Vue.js のベースとした JS のフレームワークですね。まあ、結構 JS のフレームワークはどれをとってもメジャーなものはやっぱ年収高いかなっていうふうにあるじゃないですか。やっぱ Next は最近やっぱ案件増えてきたなって感じがする。そうですね、うん、この言語も使います、 Next も使いますっていう案件も多いじゃないですか。多いね。で Next を使えるとかなり案件の幅が広がるので、うん、まあ、確かにおすすめの言語ではあるかなと思いますね。あとやっぱ Vue しかやってなかったエンジニアさんとかが、うん、次 Next 入りたいですってエンジニアさんもやっぱ増えてると思うから。そうですね、今結構やりたい人はおすすめの案件ではあると思う。そうですね、まあ、Vue をベースにしてるんで、うん、キャッチアップも早いと思う。早いと思う。7位がですね、78万435円、はい、リアクトネイティブです。はい、高いよね、リアクトネイティブも。そうですね、これもフラットと似ていて、うん、Android とか iPhone で使えるフレームワークですね。結構アプリ系のフレームワークっていう風に言われてます。うん、最近結構リアクトネイティブからフラッターに移行する人も多いですもんね。うん、でもリアクトネイティブってバンバン案件あるし、こう弊社でも400人エンジニアさんいるけど、リアクトネイティブをやってるエンジニアさんってちょっと少ないっていうのがあって。少ないですね、ただ案件数はめっちゃ多い。めっちゃ多いですね。なんでこう正社員でやられて今の給料満足できてないっていう人は、本当にフリーランス転向っていうのはすごいおすすめのこうフレームワークではあると思います。うん、そうですね、はい、コトリンとかスイフトとか、うん、フラッター使ってる人とかは結構この辺のスキルも学びやすいかなと思うので、はい、なんか学んでいきたい人はぜひフリーランスとしても活用できるんじゃないかなというふうに思います。次じゃあ第6位ですね、うん、第6位が79万909円、はい、ケーク PHP です。なるほど、出るか分からんけどララベルどこにいるんだろうって気になってしまう。そうなんですよね、ララベルがさらに上にあるのか、ケークの方が高いというふうに言われているのかっていうところは、はい、まあ、結構議論の余地があるかなと思うんですけど。いや思う、これはね、先に言っとくと、うん、ララベルは今後出てきません。マジ、はい、
マジで、まあ、僕らの認識だとライベルの方が高いと思うんですよね、年収的に。高いと思う。結構僕もこれ見ていろいろググったんですよ、うん、どのサイト見てもララベルがやっぱ年収高いっていうふうに言われてますし、ね、将来性も高いって言われてますし、うん、使ってる現場も多いっていうふうに言われてます。 PHP やってるっていう方でまず聞かれるのが、この方ララベルできますかみたいな感じの質問を受けることが多いから、はい、結構最近計画からララベルの移行案件も増えてるじゃないですか。多いね。なんで計画使える人も募集はありますし、うん、ララベルに移行した人も募集はありますし、はい、今計画使ってます、今後ララベル使いたいっていう、まあ、フリーランス志望の方はですね、そういった案件もあるのでご紹介可能でございますので、はい、連絡いただければと思います。結局 PHP が安いっていうわけではないです。ただそうですね、はい、平均で79万円と、すごい高いと思います。約80万円なんで、はい、PHP 関係は年収は上がっていきますね。上がってるね、はい。動画の途中ですが、エンジニアなら必見エンジニアガイドブックを全員にプレゼント。あなたの市場価値が一目でわかります。またスキルシートのフォーマット、詳しい単価の査定、キャリアアップのご相談も全て無料。詳しくは概要欄の公式 LINE から。次がじゃあ第5位です。はい、79万3659円、 Node.js。 Node.js がフレームワークっていうの、若干これも認識の差があるんですよ ね、うん、一応ですね、 JavaScript をサーバーが動作させるプラットフォームっていう説明書きがありました、うん、フレームワークっていう位置づけなのかは微妙な部分なんですけど、うん、そういう枠組みで考えてもいいかなっていうところですね、はいはいはい、結構 Web アプリとかスマートフォンアプリとか、うん、IoT 製品とか、うんを作る際に使われてる感じですね。はい、Node.js もやっぱさっきのNEXTの時とあったように、最近ほんと増えてきてるっていう感じがします。結構増えてきます、うん、マジ増えてる。なんでこれも年収としては80万円前後というところですね。はい、次が第4位です。はい、80万5000円、アンギュラ。おお、アンギュラ結構これ僕も最近知ったんですけど、うん、アンギュラとアンギュラ JS が違うっていう、全く別物っていう。アンギュラ JS の方が古いんじゃなかった、ね、そうです、アンギュラ JS の後継として生まれたのがアンギュラっていう認識です、うん、アンギュラはですね、アンギュラ JS の機能を引き継いではいるんですけど、全く別のフレームワークとかなんですよね、うん、でまあ80万5000円が平均値と。フロントのエンジニアさんでアンギュラができる人っていうのが、ビューとかリアクトと比べるとやっぱ少なくて、その分やっぱり市場での引き合いはすごい強いフレームワークだと思います。次が第3位です、はい、81万2063円、はい、リアクトです。おー、はい、来ました、リアクト。そうですね、まあ、UI 用の JS のライブラリー Facebook が作りましたと。リアクトはもう確かにめちゃめちゃ人気ですもんね。人気、まず間違いないと思います。リアクト2年ぐらいやってる方でも単価50万ぐらいは出ますし、うん、全然2年がっつりやってれば55ぐらいは普通にいくかな。56万ぐらいはいくと思う。リアクトを使える人は少ないですし、うん、結構金額出してもいいから欲しいよっていう企業はめちゃめちゃ先に増えてます。めっちゃ多い。インスタやスラックやネットフリーやフーなどでも使われていますと。でも81万円なんで、ぜひですね、リアクト使ってますよ、会社員です、はい、給料満足できませんという人は、うん、フリーランス検討してみてはいかがでしょうか。次が第2位です。81万5708円、 Ruby on Rails。 おー、レイズ、はい、もう Ruby のフレームワークですね、うん、Ruby といえば Rails 一択ですね、完全に、はい、逆に Rails 以外のフレームワークを知らないって人も多いんじゃないですかね。いや、あの前来ていただいた Ruby の S さんが、他あるんすかみたいな感じだったから、うん、10年以上やっててって言ってたもんね。そうですね、確かにあのめちゃめちゃ年収も高いですもんね、はい、Ruby Rails 使えてる人は高いです。1000万ぐらい普通にザラなんで、はい、うん、僕も Ruby の勉強を当時すっごいしてましたから、うん、いつか Rails のエンジニアになると思ってました。どのぐらいで諦めたの？諦めてないですよ、まだ。あ、まだ諦めてないの？プログラミングスクールとかでもやっぱり Rails とかから入るっていうところは主流で、そのぐらい素人でもとっつきやすいし、言語として採用してる企業も非常に多いっていう、触りやすくてやっぱ高年収がね、ライル言語っていうところなので、 Ruby on Rails は本当におすすめです。そうですね、はい、2年ぐらいやってればフリーランスになれるので、今全くプログラミング分かりませんって人でもですね、うん、今から Ruby 学べば2年後にはフリーランスになれますんで、未経験の人もぜひおすすめな言語ではあります。書きやすいんでね、すごい、コードとしても、うん、次が第1位です。はい、82万6928円、 Vue.js です、うん、おお、はい、やっぱその JS のフレームワークがめちゃめちゃ多いです。ほぼじゃない、何個あった？5個ぐらいはあったんじゃないですか、うん、5、6個あったと思いますよ。半分は占めてるっていう感じだね、はい、Google の元エンジニアが作ったフレームワークらしくてですね、アンギュラーを使っていた Google のエンジニアが、うん、もっと使いやすいのが欲しいっつって Vue を作ったらしいです。すげえ、さすが Google のエンジニアそっちの話の方が聞きたいくらい確かに JS のフレームワークでやっぱ Vue が一番案件としても多い印象はやっぱありますね、はい、一番多いと思う、はい、リアクトがあって次の次に Vue の案件が多いかなっていう、うん、案件数だと Vue、リアクト、
アンギュラーみたいな感じかな、うん、そうですね、その3つのフレームワークだと。そうですね、結構ウェブ系の開発をしている案件とかはビューを使ってるか、うん、リアクト使ってるかだと思います。2択に分かれてることが多いかなっていう感じです、うん、ビューだけ使ってるっていうのは、うん、多分他の言語も合わせてだと思うんですよね、うん、フレームワークという部分でいうと、うん、例えばここに Python のフレームワーク、うん、Django がランクインしてなかったのは、うん、びっくりしました、うん、ね、思ってる、それは、はい、うん、ベスト5にあってもいいのかなと思いました。 Go のフレームワークも入ってないし、あれっていう感じはあるね。フラッター10位だしなとか。そうですね、いろいろちょっと思うところはあるけど、高いよなって思うフレームワークは10個入ってるなっていう感じはするね。そうですね、いずれとしてやっぱ JS のフレームワークは使えるとかなり年収上げやすいですよっていうのが、はい、このデータにも出てるのかなと思いますので、うん、ぜひ今 JS やってますっていう方はですね、フリーランスぜひ検討してほしいなと思いますね。あと10位から、まあ、1位まで開きが最後10万あるかないかぐらいだと思うので、あとはもう自分のスキル次第というか、うん、経験次第で全然10位の言語でも1位にはいけると思うし、そこはもう自分次第っていうところはあるかなっていう感じです。そうですね、そこまでめちゃめちゃ幅があった差があったわけじゃないので、うん、全然フラッターでも年収1000万狙えるだろうし、案件によりけり、はい、ビューやってる人は全然ビュー伸ばしてもいいと思いますし、もちろん、ね、自分が得意な好きなフレームワークを伸ばすのがいいのかなと思いますね、うん、数年後とか入れ替わってるかもしれないしね、新しいフレームが入ってるかもしれないし、全然ありますね、うん、今回はですねネットで見つけたフレームワークの年収ランキングトップ10というのをご紹介させていただきました。ぜひですね参考にしていただければというふうに思います。はい、当チャンネルではこういった皆さん向けの情報というのを随時発信しておりますので、今のうちにチャンネル登録とグッドボタンの方もお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。